ベルベル人の藤原です。2021年、年内最後の、ね入荷になります。明日12月18日の入荷分なんですけれども、今回ですね、バイヤーチーム3人で、相当頑張ってくれました。もうね、大量に、デニム類もそうですしね、幅広く全般的に、段ボールでいうとね、50何箱届いているので、冬物を含めてね、かなり質はいいと思います。ではね、簡単ですが紹介していきます。はい、T シャツ、こちらリーバイス T シャツですね。90年代のこちらミディアムサイズ、はい、こちらがラージサイズのこのリーバイスのフォトのね、T シャツになります。こちらね、ほとんどデッドストックの状態です。はい、はい、続いてナイキの T シャツとこちらタウンクラフトですね。タウンクラフトの2トンもこうなかなかね最近見なくなりました。タウンクラフトが46というサイズですね。ちょっと大きめです。あとこちらナイキ、はい、タグがこのね、ナイキのタグじゃないタグです。70年代のラージサイズ、はい、5つ4連です。そしてバックプリントも入ってます。はい、続いてはこちらナイキのこのスウェットです。90年代、はい、M サイズです。こちらもよいしょ、これも程度いいですね。ほんとワンウォッシュぐらいの程度になります。 M サイズ、はい、うん、はい、続いて LS シャツです。はい、もうこれはねちょっと僕が欲しかったぐらいです。ちょっとタグが欠損します。タウンクラフトだと思います。ボタンダウンのストライプボックスシャツです。はい、白にブルーのストライプ、はい、しかも程度もめちゃくちゃいいラージサイズです。はい、これは、入荷日で売れなかったら僕が欲しいです。はい、続いてよいしょ、はい、こちらでサイズ表記がちょっと、こちらが XL です。いいですね、はい、グレーの綺麗なコットンのチェックですが、はい、シャドウチェックではねないんですけれども、またこの綺麗なチェックで、こちらもね程度が非常にいいです。ボックスタイプの、はい、黒ではないんですけどね、このちょっと濃いめのグレーとね薄めのグレー、このチェック綺麗ですね。はい、これもいいんですね。ビッグマックプリントネルです。はい、こちらはシャドウチェックですかね。はい、街のないタイプですけれども、はい、ビッグマックのプリントネル、このチェックも出ないですね。ミディアムサイズ、うん、状態も非常にいいです。これはいいです。はい、そして、はい、レイオンシャツタウンクラフトですね。こちらもラージサイズ、はい、まあ、エンジと黒とね、このチェックもまたレイオンチェックの中でも綺麗なチェックだと思います。うん、サイズがいいですね、こちらも。はい、続いてはシャンブレーシャツ、はい、サイズがこちらがサイズ15ですかね。はい、ワンウォッシュぐらいの程度です。そして後ろに、はい、まあプリズナーですかね、はい、ステンシルが入ってます。状態がねバキバキです。うん、はい、続いてこれ珍しいですね、ケリントン、はい、ケリントンのパジャマでしょうか、 XL です。そしてミッキーですね。このケリントンね、結構シャンブレーシャツとかでもね、あの後ろにミッキーが、プリントされてたりっていうプリントあります。はい、こういったシャツですが、はい、まあミッキーもねディズニー系も今人気ありますし、これねいろんな、まあこの宇宙に、あの月面着陸の時のやつですかね、はい、キリントも可愛いと思います。はい、そして久しぶりの登場です、ビッグヤンク、ビッグヤンク山ポケです。はい、グレーのウールなんですけれども、はい、袖口にね、ちょっとだけリペアが入ってますが、あとは状態いいです。そしてもちろんストームカフスで、はい、サイズがねおそらく16ぐらいだと思います。僕でも着れます。しかもまあビッグヤンクはね着丈が短いのが特徴で、一番着やすい、しかもこれからの時期ねちょうどいいんじゃないでしょうか。ビッグヤンクの山ポケウールシャツです。は
はい、続いてはパタゴニアルイです、はい、レトロ X のベストナチュラルですが、もうバキバキの状態です。そしてこちらはね、白タグのオールド、はい、意外とこの白タグのベストって、ね、あまり見かけないですね、はい、サイズ表記が、はい、L サイズです。そしてこのナチュラルも L サイズ、はい、これもねふかふかです。続いて、シンチラのグリセード、はい、そしてこちらは、普通のネイビーのグリセードです。どちらもねプルオーバーなんですけれども、はい、こちらねグレーの方は程度非常にいいです、こちらネイビーの方はね少し巻き込んでるかなという際あの程度ですが、はい、まあ、お値段ね結構お手頃で、サイズがね XL 表記ですかね、 L 表記です、はい、こちら状態ですね、はい、続いてレトロ X、はい、こちらどちらも90年代のオールドタイプです、チャコールグレーとこちらが、ハンターじゃなくてビリジャングリーンかな、はい、どちらも L サイズになります。そしてどちらも雪なしですね、はい、どちらも雪なしです。こちらも同じくレトロ X、はい、こちらはサイズ XL の、はい、ブルーですね、うん、これもねこのオールドタイプポケットが、はい、そしてお好きな方はぜひ、はい、こちらが、2003年のねよいしょ、はい、デッドストックになります。 S サイズ、はい、もうこれねふかふかなんですね。もうキュッキュキュッキュっております、はい、クラシックレトロの S サイズチャコールグレーデッドストックになります。はい、久々の入荷ですね、ちなみにあの僕もまだ未だに着ております。はい、パタゴニアの、こちらがオールタイムシェルですね。90年代後半に、いわゆるこういったね、まあスーツの方がね着られるってイメージなんですけど、はい、日本でもね XS は真っ先になくなったと聞いてます。僕が普段 S サイズを着てます、はい、こちらフードもね取り外しが効くタイプで XS 非常に状態がいいです。またねこう90年代のね作りなんで、こうちょっと腕とかも太めの作りなんでね今っぽく着れます。はい、こちらも久しぶりですね。トーレジャケット、トーレのエクストララージ、そしてトーレの中で一番人気ですね、このパープル、XF、 裏地の、ね、状態も、まあまあいいです。表はね結構綺麗な状態ですね。普段僕もね、M サイズを実はまだ未だに持ってます。たまに来ますが、やはりこのパープルレッドはね配色的にも一番綺麗だと思います。トーレジャケット、はい、続いて T シャツです。はい、こちらちょっとねタグがね欠損してしまってるんですが、チャンピオンです。はい、下の方にねチャンピオンマークあります。そしてポケティですね。はい、こちらが、トリコ、はい、エクストララージです。タグちょっと切れてますがネイビーの無地になります。ポケティと無地ですね、はい、状態どちらもいいと思います。はい、そしてイエールとスヌーピー、はい、どちらもチャンピオンです。こちらがラージサイズのトリコ50-50のボディの、これもねこれほとんどデッドストックの状態です。そしてこちら、はい、可愛くボーイズのサイズです、ボーイズのラージ、これね女性とかあとね、まあもう僕もそうですけどイエール好きなんで、子供さんに着せるのもありだと思います。状態ねバキバキで、しかも染み込みです。はい、はい、続いてリバーシブル T シャツとフットボールですね。またねチャンピオンのフットボールもね最近結構いいの入荷しております。はい、こちらバータグのミディアム、プリントもいいですね、このラウンドの。そしてリバーシブル T シャツはこちらランタグになります。はい、ミディアムサイズ、こうフロッキーのね多分ハゲた感じも雰囲気いいと思います。ブルーに裏グレー、珍しいんじゃないでしょうか。はい、渋めの、はい、ネイビーのフットボールですね。こちらも結構時代といい、このねネイビーに白、これもプリントいいですね。そしてネイビーにこのオレンジ、はい、こちらもラージとこ
こちらがミディアムサイズですね、はい、どちらもナンバー付きです。はい、続いてこちらが、あ、いいですね、単色の46、結構大きめですね。そしてこれはちょっと落書きみたいな感じですけど、NB、まあ、ニューバランスではないと思うんですが、チャンピオンのねホールドのロンティータイプ、はい、ホワイトですが、ちょっとね若干汚れはあるんですけど雰囲気系です。しかも46、大きめでダボっと着ていただければ。はい、続いてヴィンテージスウェットです。はい、こちらがね無地の、ペニーズですね。ペニーズのエクストララージ、でかいですね。はい、ラグランで結構大きいサイズ、まあ、これね無地です。白も。そしてこちらがグレーボディのヘインズのラージ、黒のラバープリントの、ね、雰囲気もいいですね、はい、こちらもサイズ大きめです。はい、はい、続いては黒のフロッキープリントですね、はい、どちらもサイズ大きめです。こちらが状態いいですね、はい、フロッキープリント、うん、こちらがサイズ表記は、ね、見えないスポーツウェアで、おそらく L サイズじゃないでしょうか、はい、そしてこちらはタグは欠損してますがブルドック、ちょっとフロッキーがね少し剥げておりますが、はい、黒ボディです。いいですね。はい、続いて、スタジャンタイプですけれども、サイズ表記はねおそらく M サイズじゃないでしょうかね、はい、キングスポイント85とワッペンも、はい、ついてます。ネイビーで、はい、シンプルでかっこいいですね、はい、後ろはプレーンです。状態もいいです。はい、続いてネイビーのユーティリティジャケット、はい、よいしょ、サイズが表記がよいしょ、34のロングですね、はい、ちょっとねサイズ小さめですがロングいいですね。ちょっと34は僕は小さいです、細い男性、はい、後ろにも少しステンシル42かな、ステンシル入ってます。そしてワッペンもついてる、はい、まあ、雰囲気も、ね、いいですね。はい、続いてこれは最高にいいと思います、はい、もうサイズ合う方間違いないです。よいしょ、6号のエクストラスモールレギュラー、そしてデッドストックになります。ファーストタイプですね、はい、もちろんアルミジッパーでエポレットなし、はい、XS なのでさすがに僕は着れないサイズ感ですけど、はい、これね細い男性、少しだけねちょっと汚れはありますがもうパキパキの状態です。はい、はい、よいしょ、まあ、時期的にこれからのシーズンに使えます。 N1 デッキジャケットですね。ちょっと今回ね、程度が正直、いまいちと言っちゃあれですが、ちょっと襟元とかパックリ、はい、行ってしまってます。サイズがね38、はい、そしてジッパー部分をねちょっとこう交換されちゃってます、はい、その分お値段安いです。こちらもねサイズが38、そしてこちらもねジッパーがねちょっと壊れてしまってます。はい、その分こちらもお値段お手頃です。最近ねお探しの方多いんじゃないですか。 MA1 です。黒タグのサイズラージですね、はい、アルバートターナーです、まあ、ラージサイズ MA1 であれば僕も着れます、はい、うん、状態もねいいと思いますね、はい、いいんじゃないですか、ラージサイズ、はい、続いてもうこれもね、最近見なくなりました M48 のフィッシュテールですね、はい、中のこのアルパカのインナーまで全部装備されております。そしてサイズがねミディアムサイズです、はい、フィッシュテールのミディアムなので気持ち大きいかもしれませんが、はい、もうね状態的にもいいとかなり綺麗で、このねファーのこういうとも全部残っております。ちょっとこの辺だけ剥げてますけどね、はい、よいしょ、まあ、重いですが、はい、お好きな方はぜひ
はい、今回ですね、もう G ジャン、今回ねオーダー表に僕書いてたんですけど、G705 は G ジャンを大量にって言ったら、はい、ここ23枚あるんですけど、7050の全てビッグインになります。ちょっと尋常じゃないですね、この量は。しかももうインディゴの色ね、色落ちもめちゃめちゃいいですし、サイズもね大きいのもあります。これやばいですね、これやばいですね。はい、あとはねこちらはブランケット付きの705、こちらもねビッグになります。全部でね28枚かな。はい、やばいですよ今回は。ジャケットの続きなんですけども、こちら、シューティングですかね。はい、綺麗なねチェックです。はい、そしてここねレザー、あと肩パッドこう入ってるんですけども、まあ V の形でこれねおしゃれだと思います。そして内側にタグがあるんですけれども、はい、39年ですね、10月13日と入っております。30年代、はい、後半のシューティングジャケットです。はい、こちらが久しぶりですね、ストームライダー。はい、こちら R オンリーなので60年代ですね。はい、ただねサイズが、40です。僕がジャストサイズで着れるサイズ感、色落ちやばくないですかこれ。まあブランケット付きなのでね、はい、おそらくねノーウォッシュの状態で着まくってたんだと思います。まだねあのノリが残っております。はい、色落ち抜群にいいですね。はい、リーのね101、まあ、G ジャン人気ですけどもリーも44。はい、こちら MR は入ってますがね、色濃いですね、素晴らしい。はい、こちらうちもねこちら久しぶりです、リーの赤タグ50年代ですね。サイズがね36ぐらいだと思います。はい、濃いですね。まあ女性がね着ても可愛いと思うんですけれども、はい、赤タグの頃のね色落ちはさすがに綺麗ですね。濃いめのリー、まああの細い男性着れると思うんで、お探しの方はぜひ。はい、カバーオールです、いいですね。こちら US、オーバーオールって入ってますね。はい、サーティーズか、まあ、フォーティーズぐらいですかね、カバール。サイズがね、めちゃくちゃいいんです。38縮みぐらい。着丈もね、いいですね、非常に。色落ちも抜群にいいですし、はい、バランスがいいです。うん、さあ、今回はサードがね、1枚。557WX になります。裏地が薄いタイプで、はい、ボタン裏が17って入ってます。ってことはギャラ入りですね。はい、袖も上に出てます。はい、状態いいですね。うん、まだ濃いです。サイズ的には38ぐらいでしょうか。はい、僕はちょっと小さいですね。557サードギャラ入り、お探しの方。はい、ちょっとでもスペシャルいっちゃいます。はい、カバーオール、はい、こちらスターブランドの、よいしょ、はい、チェンジボタンですね。そしてサイズがこれまたすごいんですね、30これね6もしくは34ぐらいですかね。はい、かなりまあ、小さいって言ったらあれですけど、この辺のねサイズのカバーオールってなかなか出てこないです。はい、しかもいいですね、この肩がこう後ろにこう入ってるね、もうやっぱりこのサーティーズあたりのカバーオール、まあ、変形ポケット、はい、しかもね色の雰囲気も抜群にいいです、スペシャル。はい、続いて、はい、デニムファミリーですね。もうデニムシャツもねほんと最近出てこなくなりましたね。はい、そしてめちゃくちゃ濃いです。うん、僕も昔デニムファミリー持ってたんですけどね、このデニムファミリーの方がねショートホーンより生地が少し厚いです。そして縦落ちも綺麗に入ります。はい、色もかなり濃い状態、サイズもね16ぐらいです。はい、ゆったり着れるいいサイズです。はい、さあこちらはハンティングなんですけれども、はい、タグがこちら、ちょっと読みづらいんですけれどね。はい、そしてよいしょ、ハンティングジャケットのチンスト付きですね。はい、サーティーズぐらいですかね。作りも、よいしょ、
まあ、ハンティング好きの方もいらっしゃると思います。チンスト付きのハンティング、僕もねほとんど見たことありません。サイズは38ぐらいじゃないでしょうか、はい、いいサイズ感です。はい、そしてもう一つスペシャルです。はい、ダックですね。ダックとコーデュロイの切り返し、はい、アラモブランドですかね。こちらデカボタンの、はい、打ち込みです。打ち込みのデカボタン、はい、これもサーティーズぐらいですかね、はい、コーデュロイの切り返し。そしてサイズが36のデッドストックです。これはね着れる人いるんじゃないですかね。しかもデッドストックです。色目もねかっこいいです。スペシャルカバーオール、今回もですねリバースイーブ大量です。ちょっと笑ってしまいました。はい、ちょっとねもう簡単ですが、こういったツートン系、はい、スリートンか、そして無地の緑、無地のイエロー、はい、そして定番ブラックです。そしてハーバードの染み込み、染み込みラバープリント、いいですね。これツートンですねこれ、はい、これグレーの染み込み、はい、NYAC のウィングフット、そしてこれめっちゃいいですね、アメリカン、はい、トリコのエクストララージですね。いいリバース揃ってます。続いてパーカーなんですけどね、はい、パーカーもかなりいいです。はい、こちらねバックプリントです。はい、そしてハーバードのパーカー、いいですね。今日僕も着てますけどブラウンのパーカー、はい、このもラバープリント、レスリング、ハーバード染み込み、あ、いいですね。この白トリコのエクストララージの緑の染み込みです。はい、こちらトリコのラージのラバープリントですね。白もなかなかないですね。はい、そしてこれチャコールグレーのリバース M サイズです。はい、このグレー珍しいグレーですね。ラージサイズ、普通のと違うグレーです。そして、はい、トリコのエクストララージ、はい、無地です。いいですね。はい、こちらスペシャルですね。アバクロです。アバクロのこれまだねここにカビタグ残ってますし、サイズはねラージサイズだと思います。そして肉厚でめちゃ程度いいです。はい、アバクロレアですね。よし、はい、続いてのリバースは単色タグです。はい、こちらグレーのラバープリントです。はい、状態がねこちらはねちょっとリペアが結構入っております。はい、オレンジのラージの単色、そしてこちらも、はい、オレンジの M サイズ、はい、どちらこちらも程度いいですね。単色もね最近なかなか出なくなりましたね。はい、続いてエンジボディ、はい、こちらも雰囲気いいですね。はい、赤の、ミディアムサイズ、はい、こちらも同じくミディアムです。これね出てきたとこ同じじゃないでしょうかね。このグレーのラバープリントもいいです。はい、続いては赤の単色、はい、そしてこちらイエローの無地の単色です。はい、こちらも状態いいですね。はい、青単色の M サイズ無地です。そして赤のラージサイズ、はい、このねラバーも雰囲気いいですね。はい、もう僕は赤推しなので、これ腕も細くて形非常にいいと思います。いいですね、この2つは、はい、単色のエンジのラージ無地になります。はい、これいいですね、欲しい。そしてこちらがたたきの M サイズ、はい、16とねちょっとまあ落書きになっちゃいますが、はい、ちょっとね色がブリーチが入ってるのか少し抜けてますが、ボディの肉厚さはね残ってます、ちゃんと。はい、かっこいいんじゃないですかねこの2枚。続いては単色のパーカーです。ネイビーとイエロー、ちょっとイエローの方はね首元がちょっとリペアされてますが、はい、黒のラバープリントもいいですね。
はい、こちら青単色のラージ、そしてこちらがあちょっとタグがね欠損しておりますが、こちらの缶抜き金具見ていただくと、はい、これはもう、単色タグですね、はい、ちょっと色の、ね、フェード感も非常にかっこいいと思います。はい、続いても単色のパーカー、グレーのパーカーで、こちらブルーの、ね、ラバープリントです。はい、青単色のエクストララージラバープリントの1段、そしてこちらがよし青単色のミディアムで、いいですねこの染み込み、緑の染み込みの3段、なかなかこういったプリント少ないんじゃないでしょうか。はい、はい、続いてネイビーです、はい、こちらはね、トリック刺繍のエクストララージ、そしてラバープリントのネイビーです、はい、こちらレアですね、トリコのエクストララージで、2フェイスです、2フェイスのはい、フードなしのタイプ、そしてそれにネイビー US ネイビー入ってます。これは珍しいんじゃないでしょうか。 XL ゆったり切れます、ちょっと2フェースだからね重たいんですけど、はい、どちらも US ネイビーです。はい、続いてもミリタリーフィリップスアカデミーと、こちらがネイビートリコのラージサイズ、ちょっとねこの縫い方がイレギュラーさですけれども、トリコのラージ、まあ、染み込みのね定番ネイビーです。はい、こちらもトリコのミディアム、ちょっとねダメージはありますが雰囲気抜群にいいと思います、染み込みです。はい、続いてこちら、あ僕もこれ昔持ったんだな、はい、2フェイスパーカーエクストララージです、トリコの、ちょっとね前がダメージが入ったところをちょっとね前 V 風に直しリペアされてます、そして胸元に W、 この胸元 W のパターンは後ろバックプリントです、ウィリアムズパープルの染み込み、めちゃめちゃいいですね。 XL で2フェイスゆったり切れます。はい、まあ、ここでもしよかったらね、リペア綺麗に直してもいいかもしれません。はい、はい、続いてトリコのラージ、はい、ラバープリントのネイビーです。そしてこちらが単色のスモールサイズですが、ネイビー、ちょっとネイビーの文字が小さいです、これもレアなんですね。そしてワッペンも、はい、USNA ネイビー、ワッペンがついてるリバースって珍しいですね、これいいですね。そして後ろにも、はい、ネイビークルート、まあ、落書きですが珍しく雰囲気抜群にリバースです。はい、そしてタグがねこれ欠損しちゃってるんですね。はい、もうでかく AFA、 もうこのラバーのひび割れ感最高にかっこいいですね。おそらくね XL のボディだと思います。はい、 AFA、 もうこれはもう僕もねちょっとバイヤーのインスタグラムで見た瞬間やばいと思いました。はい、ちょっと雰囲気系ですけれども、刺繍のエクストララージUSAFA のリフレクターです。はい、もうここ最近ね人気がかなり高騰しておりますが、はい、まあ、逆にこのぐらいのね雰囲気で着るのもかっこいいんじゃないでしょうか。 XL ボディです。はい、続いてパンツ類です。はい、これ久しぶりに入りました、僕もこれ持ってます、先ほどの、ね、USAFA のリフレクターの下のパンツです。はい、こちらが刺繍のミディアムサイズ、はい、程度はめちゃくちゃ綺麗です、はい、まあ、上下の、ね、セットアップで着ていただいてもいいかもしれませんが、これ下だけ履いてもめちゃくちゃかっこいいです、はい、そしてこちらがいいですね、叩きタグ、はい、叩きのラージ、しかもこれめちゃくちゃ程度いいですね、はい、染み込みのプリントもめちゃくちゃかっこいいです。なかなかねリバースのねパンツって形いいのないんですけど、これね股上めっちゃ深いんですけどかっこいいです、形もいいです。はい、リバースのカツラギです、スーパーホワイト、
ちょっとねこの辺にダメージがポツポツはあるんですが、はい、518ですね。当然ビッグになります。同じく518のコーデュロイ、はい、この色ラインですね、ライムグリーン、実寸が3028、はい、こちらもビッグになります。はい、今月もね、まあデニム結構いいの入ってきました。この辺ビッグとかね、66です。はい、あと、まあ、色濃いのはね紹介したいなと思います。はい、505の、はい、シングルステッチですね、マッコンです。おそらく2星ぐらいかな、3431シングルステッチ、はい、マッコンコンです。これはミニはついてないですね。はい、そして66の前期、はい、パッチサイズが3430、いいですね。ちなみにこれ今日僕履いてるビッグなんですけど、これが3430表記です。こういうちょっと短く履くのも、ね、ありかと思います。そしてもうワンウォッシュ程度のシングル設置、 R オンリーの、ここまでいきましょう。75年の、はい、6ボタンですね、マッコンワンウォッシュです。これ乗り付けしたら最高にいいんだと思います。はい、続いてもこれもやばいですね、ビッグイの、はい、これも相当濃いです。そしてパッチサイズ、ゴールデンサイズ3333です。はい、このパッチもうこのサイズの方、はい、間違いなくこのレングスは絶対ないですね。はい、そしてこちらがビッグイの初期、ウエストシングルで、こちらもマッコンです。パッチはねちょっと欠損してますが、はい、ビッグイのアーケードもイエロー、ビッグイの初期、こちらも実寸が3328、はい、あとレザーパッチのダブル X が何本か入ってます。これも雰囲気いいですね。こちらもレザーパッチの、はい、いい色です。そしてあ、こいつ結構いいんですね、はい、レザーパッチの3133、あ、3130です。ちょっとねリペアはポツポツ入ってるんですけど、このねヒゲが抜群にいいかと思います。はい、レザーパッチセンターループの両面タブなので54年頃、はい、後ろもねリペアちょこちょこ入ってますが、蜂の巣もやばいですね。はい、3130の方ぜひ、はい、そして今月のナンバーワン、はい、こちらがレザーパッチ、サイズが3231、ゴールデンサイズですね。はい、後ろもレザーパッチと、はい、センターループで、こちら両面タブですね。はい、後ろ蜂の巣もね綺麗に出てます。3231ゴールデンサイズ、はい、ご紹介は以上になるんですが、まだまだね、まあ、いつも通りですけどベルベジェ1階はね全部総入れ替えになりますので、まだまだ大量にあります。お店の方はですね13時オープンになります。ちょっと天気もねいいと思うので、明日もたくさんのご来店お待ちしております。